理事長のせがれにして箸にもフォークにもかからないガキと。さすがバルの調査は正確だわ。当たり前じゃ。こう見えても宇宙連合アンドロメダ星雲支部直属平和監視員である姫のアシスタントですわい。隊長バル、バル、バル、もう行っちゃった。年寄りは気が短いわね。何？おい、早く来いよ。遅刻しちゃうよ。こちらは1年の A 組からと思った。ああ、ちょうどいい。ご紹介しよう。こちらは5年 D 組を担当する月光先生です。こちらは図工を教えてくださる畑野先生です。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしく。じゃあどうも。あ、これ水でした。静かにしなさい。ただいまから君たちの新しい担任の先生を紹介します。どんな人かしらね。先生、男ですか女ですか。行儀よくするんですよね。さあ、校長先生。さあ、どうぞ。あ、さっきの忍者だ。今教頭先生からお話のあった月光先生です。さあどうぞ。今日からこの東西学園に仲間入りした月光です。先生だなんて堅苦しく考えないで皆さんのお友達にしてくださいね。先生、年いくつ。さあ、いくつにしようかな。こびてはいかん。先生には威厳が必要です。そうでございます。若いだけに経験不足のようでございますな。で、今後私がビシビシと。先生に質問、サイズ教えて。その服いくら。5000円くらい。恋人いますか。いるよね。これはいいよね。
るわ。年齢21歳、バスト87、ウエスト61、ヒップ91。このドレスはバーゲンで3500円。それを自分で仕立て直したの。恋人はただいま募集中。絶望だ。俺の腕の見せ所だよ。すごい、すごいよね、辰村君。うるせえな。うるせえっつんだよ、バロー。何や、ボーペン抜かしてみ。くるきさん、我が愛する母校に新任の先生が来たというから見舞に来た。あれか。はい、はい、そうです。うん、プロポーションはまあまあ上等やな。天は二物を与えずというから、うん、どれぐらいブスや。ブス？辰村君、誰なの？僕この学校の OB で、ここ。ああ、校長先生に聞いたわ。元番長の黒木くんね。わあ、僕の名前を覚えてくださって、ここ光栄です。あ、何事だ。タイミングやって。シュンとしちゃった。あれじゃまるでミミズの落とし子だわ。いやい、もう一度言ってみろ。何よ、ミミズの落とし子。何言ったん。ちくしょう、この野郎。野郎じゃないわ、女よ。ちくしょう、人バカにしやがって。辰村君、もうよせよ。何をメガネぶた。お前がいてか。返してよ。返すもんかい。ほら、こっち来いよ、ほら。お兄さん、こっちら、天の鳴るぞ。え、お兄さん、そんなに返してほしいのかよ。だって、そのメガネ高いんだもん。よし。じゃあ、俺と決闘しろ。決闘？まあ、決闘だなんて、かっこいいじゃない。先生、僕のメガネ取っちゃったんです。ね、いつやるの？決まったら先生に教えてね。さあ、みんな授業始めるわよ。ほら、席について。僕やっぱりよせよ。ダメダメ、先生に抗議しなくちゃ。行き止まりだぜ。おかしいわね。竹谷部長888番地は確かこの辺なんだけど、こんなとこに家があんのかよ。あれ、あ、どうなってんだ。おかしいわね。でもあそこよ、きっと。行ってみましょう。ごめんください。はい、どなた。あの、月先生のお宅はこちらですか。さっきからお待ちかねですよ。え、どうして怒ってんだろう。ねえ、それはね。おお、
先生が噂しとったよ。D組切手の秀才だってな。だが惜しいことに頭でっかちだってな。おじいさんの言うことは気にせんでいい。さあお入りなさい。さあさああっちの離れですよ。ありがとうございました。どうも。おばあちゃん、いい娘さんに部屋を借りてもらってよかったな。私たちまで気分が明るくなりますよ。でも不思議な先生ですよ。なんだか人間離れがして。今の世の中にかぐや姫はおらんよ。先生、なぜほっとくんですか？メガネのこと？もちろんだわ。進むくん、とっても困ってるのに。さあ、なぜかしら？君には分かってるんじゃない？分かりません！あんなやつ、先生がやっつけてくれやいんです。相撲の時みたいに。進むくん、君もそう思ってる？先生が叱ればいいんだ。自分たちは黙って見物してるだけでいいんだ。だけど僕、弱虫だもん。とっても喧嘩に勝つなんて。弱虫だなんて、自分でそう思ってるだけでしょ。だけど僕、鈍いんだ。キャッチボールだって、鉄棒だって。すばしっこいのが強いとは限らないわ。例えば君、クラス委員だからみんなに号令かけるでしょ。はい、たまには。だったら気合術ができるわ、きっと。気合？そうよ、やってごらんなさい。お腹の底に力を込めて。恥ずかしいや。バカ。え？正しいことを主張するのに喧嘩もできない今の君の方がよっぽど恥ずかしいわ。立って、足を開く、目をつぶる、お腹の底に力を込めて、自分がライオンか虎になったつもりで。えい！力が足りない。えい！うるさいうるさい、まったく睡眠妨害じゃ。えい！それじゃ君はネズミかモルモットよ。ちくしょう。えい、うん、やっと羊ぐらいになったわね。進むくん、頑張って。よし。えい、狼ぐらいにはなったわ。もう一息。ムーンライトパワー。僕はライオンだ。僕はトラだ。僕は弱虫なんかじゃないんだ。すごいすごい、進むくん。これ僕が倒したの？そうよ、進むくんの気合でバサバサっと。進むくん、君強くなったのよ。先生本当？うん。先生、明日僕は立ち戻すこと決闘します。やっと帰ったか、チビどもは。どうバル、かわいいでしょ。あれが私の子供たちよ。かわいいだと？あんなガキがかわいいなら、このバルなど差し詰め、アンドロメダ第一の二枚目じゃ。くだらん。だいたい姫も姫じゃぞ。くだらんことにムーンライトリングを使いすぎる。相変わらずご機嫌の悪いこと。急いでチャージなされ。月に隠した母船のエネルギー波を受信するのじゃ。わかってる、年寄りのせっかち。ムーンライト。美しい月だこと。ん？地球では中秋の名月って言うんですって。くれぐれも忘れんようにな。リングの力は平和監視員の身を守るもの。地球人を甘やかすためではない。地球に来てからむくれっぱなしね、バル。でもそこがバルの可愛いとこだけど。二人とも散歩前。1、2、3。お前本当にやるか。
そうだ。本当に本当か。すごいぞ、とし子。さあ、来い。おもろい。それほど言うなら、辰村。お前、軽う足ろたれ。その代わり、先にベソを変えた方が負けだぞ。了解。行くぞ、ヤムシ。どないしたんや。何の真似だ。黙ってろ。気が散る。何。僕はライオンだ、トラだ、強いんだ。肩に力が入ってますね。上り坂ですからね、ギアを一段落としましょうね。はい、はい、アクセル離してブレーキ踏んで、はい、口を切って、あったー、近っ、あー、止まっちゃった。どうもコツが飲み込めんな。諦めた方がいいんじゃないですか。何を言うか、やっとの思いで仮面までこぎつけたんだ。今時車の運転ができんようじゃ子供たちに馬鹿にされる。校長、校長、うん、あ、行くぞ、行け、お年頃だ。校長、行ってみましょう。頑張れ、ほら、おい、おい、そこ、あ、止めてあげて。進むくんがやられるわ。もう止めて。いけないわ。今止めることが進むくんにとってどれほどの侮辱か考えてごらんなさい。これでもかメガレムさん。校長先生の車だ。またしても月先生だ。けしからん。今日こそはお灸据えてやらなきゃ。今来られては決闘が中止になってしまう。ムーンライトパワー。おかしな天気だね。まるで雲の中みたいだ。鈴の丘はどっちの方角だ。降りて様子を見ましょう。おっ、か、校長、こ、校長、ちょっと、ちょっと外を見て、空飛んでる、空。校長、ちょっと助けて。ああ、助けてくれ。飛んでる。いけない、やり直し。もう、あと1センチで墜落です。よかった。丘はあっちだ。校長先生、しつこいわね。ムーンライトパワー。どう変だな。行けども行けども、一向にたどり着きませんね。こっち、こっち、こっち、かじゅう、くだらんこと言うんじゃない。真面目にやってください。こっち、ああ、助けてくれ、もう俺たちも。もう、やり直し。幻覚か幻しか知らんが。夢じゃない。何やってんすか、この後。いい加減にしてくれ。もう、やだ、もう。タイヤが、もうタイヤ、タイヤ。ここが来ない。ほとんどや、もうタイヤ。何でもポンコツすぎる。違う。痛い、
よくやったわ。先生ありがとう。みんなありがとう。お年子ありがとう。君のおかげで僕強くなれたんだよ。変なこと言うな。変じゃないわお年子くん。あなたね、自分でも気がつかないうちに田辺くんの頭でっかち直してくれたの。先生のお手伝いしてくれたんだわ。そんなことしたらいたずらできなくなっちゃう。やるならやれよ、俺が止めるから。バカ野郎。やめなさい、やめなさい。何事です、月先生。いらっしゃい。皆さん、先生にご挨拶よ。こんにちは。それどころじゃありませんぞ。大勢集まって喧嘩の見物するとは何事です。喧嘩？とんでもありませんわ。喧嘩でどうしてこんなに笑っていられます？そうですがな、ちょっとじゃれとっただけですがな。じゃれとった？しかしこれは喧嘩じゃないんです。辰村君が僕を鍛えてくれたんです。バカ野郎、鍛えられたのはこっちの方だよ。頼もしい後輩たちよ、これからも仲良く喧嘩してくれな。いいな。というわけなんです、校長先生。しかし当たり前じゃ、姫はお前ら地球人とはちょいと出来が違うわい。バル、月、え、お、今確かに誰かが喋ったような感じだけど、おかしい。さあ、みんな行きましょう。どうもこれ、なんか変だな。どうだった？ところでさ、畑野先生どう思う？ボケーっとしててなんとなく閉まらない感じよね。でも今度は違うのよ。畑野シストも家を倒さんなんて、でっかい台風で今にも飛びそうな家で寂しく寂しく頑張っちゃうんだ。泣けちゃうわよ、本当に。それを見て光先生感動しちゃってさ。ま、あとは見てのお楽しみ。じゃ、スキスキ魔女先生、トンテンカントンチンカン。わかるこれ。来週も行ってみよう。